二種類のトロミノトロミノまたはトリオミノはポリオミノの一種である。三個の正方形を辺に沿ってつなげると二種類の形ができる。これらの総称をトロミノという。トロミノは左に上げた二種類が存在する。呼び方は何通りかあるが、本校では左のものを I 型、右のものを L 型とする。この二辺は共に、 線対称型なので、片面型トロミノも2種類である。I 型は180度回転対象だが、L 型は回転対象でない。よって、片面有効トロミノは6種類である。ポリオミノで一般的なセットすべてを一度ずつ使用して形を作るという問題は、型数が少ないために出題されない。片面有効トロミノ6種類で長方形を作ることは可能である。 また、トロミノ2セットを使用して3、4や2、6の長方形を作ることができる。1種類の型を複数使用して長方形を作るという問題は、I 型の場合は自明である。L 型も2辺で2、3の長方形ができるので、簡単である。吉川原信之は、この2、3の長方形の使用を禁じた問題を出題している。トロミノの合同分割。 L 型トロミノを合同な4つの図形に分割するという問題がある。この問題では、出題時に型の条件は与えられていないが、1辺が半分の L 型トロミノに分割することができる。この4辺を同様に分割することによって、4N 辺の合同な L 型トロミノに分割することができる。左の図で明らかな通り、一般に任意の N に対して、 N2 辺の合同分割が可能である。同じ種類のトロミノをチェス板に置くことを考える。チェス板は88イコール64マスなので21辺置くと1マスは丸。I 型トロミノを置く場合、空所の位置は限定される。この空所の位置を求める問題はハンガリーの数学コンテストで出題されたことがある。L 型トロミノを置く場合、空所はどこにあっても問題がない。 実際には 2n2n のマス目から任意の1マスを除いた図形は L 型トロミノで埋めることができることは機能法により証明が可能である。バイスタイン、エリック W トロミノ、マスワールド、ありがとうございます。